Hello and welcome to episode 6 of the Gospel Call. I'm John. Hide です。ハルトです。皆さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。Hello again, everyone. I'm John Lucas and welcome to the 6th edition of the Gospel Call.今日も頑張っていきたいと思います。皆さん、最後までお楽しみください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、皆さん気づくと、もはや5月になりましたね。早いね。4月といえばニュースタートだったんですけれども、はい、5月といえば何かメジャーなイベントありますか？そうですね、カーネーション、五月病って五月病もあれば、まあ実は、ティーチャーズデーだったりとか、すごくね、マイナーなことなんですけど、自分の母の誕生日もあったりするので、5月といえばね、お母さんのことを思い出します。母の日について、今日話していきたいなと思っています。皆さんの大事なマミーについてね、Mother's Day Tribute を今日していきたいなと思っています。お母さんについてのエピソードだったり、思い出だったり、何かあれば、ね、今日ちょっとはお話ししていきたいなと思っています。で、僕の母はですね、まあ、こう一言で言えば信仰心がめちゃくちゃ強いというか、もう、なんていうんですかね、神様に任しとけば大丈夫っていうのがすごく強い女性なんですよ。で、僕が高校の時にですね、こううちの親父が沖縄からね、県外にこう出稼ぎに出るっていう話があって、でこうそれを僕は広島の高校でね聞かされたんですけど、広島はね学費もこんな安くはなかったですし、なのでこう僕がこう学校を辞めてね、その沖縄の高校で、少しアルバイトでもしながら家計を助けるっていう話をちょっとしたらですね、いや大丈夫だと、神様がこれは何とかしてくれるから必ず大丈夫だっつって、母がなんていうんですかね、こう信仰で押し切ったというか、でその結果多分今のこう僕たち又吉家の絆っていうのは多分その親父が出稼ぎに行く前よりもすごく固いものになったし、そしてこう愛情深いものになったんですよね。だからこうあの時のこう母の言葉っていうのはですね、みんなが不安な中で大丈夫、神様を信じてれば大丈夫だよっていうその一言でこう突き進んでいったっていう母の信仰心っていうのは今でも僕は忘れられないですね。素晴らしい、アーメン。はい。直接的にお母さんの話っていうよりは、その母親っていう種類の人間の凄さを感じたことがあって、前回か前々回か忘れましたけど、こうタイに留学したって話をしたと思うんですけど、そこでこうアルバイトをしてたんですよ、向こうで。そのアルバイトっていうのがベビーシッターの仕事で、それもこう仕事としてやってたっていうよりは、ちょっとある僕のタイの現地の友人になった、ちょっと30代ぐらいのおばさんがいたんですけど、この人の知り合いが若くしてエイズで亡くなってしまって、でお父さんもなんか不倫かなんかしてどっか逃げちゃって、生まれたばっかりの赤ちゃんだけが残されてしまった、そういうちょっと家庭とつながりがあって、でその赤ちゃんはもう誰にも懐かなかったんですけど、なんか僕たまたまそこに行かせてもらった時に、なんかふっとその子が懐いてくれて、
でそれを見てそのおばさんが、ちょっとあんたこの子のベビーシッターやりなさいと、お小遣いあげるからみたいな感じで、まあ、数ヶ月間やってたことがあったんですよ。学校終わって、まあ、授業終わったら行ってちょっと引き取ってしばらく夜まで見てみたいな。で日本ではありえないですけど、もう時々大学に連れて行ってもう授業をそば受けるみたいな。そんなことできるの？してたんですよ。ベビーカーをしてキャンパス歩き回って、その時の あだ名パパハルトって言われてましたけど。すごい悲しい、ね。ちょっとそんなこともやってた、ちょっとだけですよ。やってて。でもやっぱりもう1歳ぐらいの女の子だったんですけど、もう目ひと時も目離せないじゃないですか、いる間って、うん、自分のことなんか何もできないし、授業中ももう本当にもう引きになってしょうがないし、うん、もう本当に ものすごく疲れる、ただいるだけで。赤ちゃん好きだし可愛かったですけど、これがずっと続くって考えたらとんでもねえなと思って、うん、その時にやっぱり、あ、なんかこのお母さんに対してこう、まあ、こういうことこういうことありがとうっていうことよりも、うん、なんかただこの母親をしてくれているっていうことがちょっとこれは計り知れないんだなっていうのを思い知らされましたね、うん、その時に、うん、いい経験でした。いやすごいよね。すごい経験ですね。なかなかないですよ、うん、そういうようなですね、うん、産んでくれてありがとうって言ったことある？ない。ちょっと いいよ。そうね、本当に。あのね、産んでくれてありがとうはね、言った方がいいよ。うん。でも、なんでかっていうと、あの、この前ね、あの、僕、妹がこう、一番下の妹が出産したんですよ。あ、見ましたよ。だからこう、お子さん、写真で。でしょ？で、初めて僕は、あの、身内っていうんですか、こう、兄弟の子供を見たんですけど、36時間頑張ったって言ってて。うわ、大変。で、あの、最初はね、こう、あの、陣痛始まって、LINE とか来てたんですよ。陣痛来ましたみたいな。陣痛 NOW! みたいな LINE とか来てて、なんか行ってきますみたいな。で、そう元気だったんですよ。だけど、やっぱこう、途中からこう LINE が途絶えていって、ね、心配になるじゃないですか。24時間経っても、その、こう、生まれたっていう、ね、連絡来ないから。で、結局、1日明けて次の日かなに、なんか産んだよっていう、なんかこう、メールっていうのが、だから本当に彼女は多分36時間ずっと頑張ってたっていうか、うーん、いやー、まあ、本当にこれはね、俺たちにはできないよ。うん、やっぱり。ありがとう。うん、レイディーズはスペシャルな力ありますよね、この。本当ですね。ね、出産っていうものは、ね。だからね、嫁には逆らない方がいい。はい、逆らってるみたいに付けます。いや、本当ね、という感じでございましたが、兄貴どうですか？そうですね、私はもう母に感謝ですね。いろんな人のためにお母さん役をしてるんですよ。学校で、高校と大学で教えてるので、あの、いろんな人を育てるっていうようなことをずっとやってきてるので、なんか自分のお母さんでもあるんですけど、あの、学校のお母さんでもあるし、教会のお母さんでもあるので、本当に牧師の、あの、奥さんというのはそういうようなね、役割与えられてるんですけど、うちは3人兄弟、3 boys で、やば、まあ、あの、見ての通り、ね、あの、うちは結構ね、強靭なんですよ、ね、だから3ボーイズ3マッチョですもんね。もう本当にこの3パワフルボーイズのね、お家でお母さんやりながら教会に行って、またみんなのお母さん役で学校に行って、さらにで、みんなのお母さんだったり、本当にすごい、うん、A mother in Israel というんですけども、うん、本当にあの、神の子供たちに対するお母さん役をずっと務めてきたので、まあ、そういうお母さんは自分のお母さんでいて嬉しいし、もうみんなのお母さんでいてくれてありがとうって、そういうような気持ちでいます。で、あの、さらに
一つお母さんに対して感謝したいことは、僕が生まれてすぐ、実は教会でずっと母はピアノ弾いてたんですよ、うん、で毎週礼拝が終わってから英語とスペイン語で僕にいろんな賛美歌を教えてたんです。多分歌えるようになる前から毎週弾いて歌って僕に教えてたんですね、うん、でそのスタートがあって今があると思っているので、お腹にいた頃どうやらお母さんはあの素晴らしいゴスペルアーティストの歌を聴いたらしくて、ですごい感動してうちの子を同じように歌わせたいと、そういうふうに思ったみたいで、あのだから毎週ピアノを弾いて僕に教えてたんですよね。僕はそのお母さんの思いをわざわざ形にしたいというふうに一度も思ったことないんですけど、お母さんの思いの強さって今の僕にね、ちゃんと形になってるっていうことが本当にすごいなと思って、お母さんの思いが素晴らしい、そして感謝でいっぱいですね。お母さんもありがとうございます、はいね、ぜひこの5月9日、うん、またお母さんに対してその感謝の気持ちを意識して言葉でお母さんありがとう、愛してるよ、感謝してるよと伝えるのもいいと思います、うん、ぜひお母さんに感謝の気持ちを伝えましょう。やってみましょう。オープニングでした。In a government mansion in French town, and then Johnny would make the fire light, and it was a log when burning through the night. Then we would cook Camille porridge, of which I'll share with you, my family and friends.On through. Here we go, come on, come on. Everything's gonna be alright. Shimpai Shinai, it's gonna be alright. Minasana, it's gonna be alright. Come on, everything's gonna be alright. Minasana, it's gonna be alright. Shimpai Shinai, it's gonna be alright. Come on, everything's gonna be alright. Don't you shed no tears, no woman no cry. Asoba sete, living, living bambi die. Yeah, hey, hey, living, I say living, living bambi die.この曲のメッセージ分かります? The song says No woman, no cry. これはボブ・マーリーの歌で、ジャマイカで本当に有名な方でしたけれども、この曲はシンプルなメッセージを伝えたいんです。どうか世界中に戦争がなくなりますように。どうか戦争によってお母様たちが子供を失っても泣かなくてもいいようにという切実な願い。我々人間みんなファミリーなんだよ。私たちそう信じて、そう願って、そう祈って、そう歌えばそうなる。今日この舞台からその願いをします。
sisters, don't you shed no tears. No woman, no cry. はい。次のコーナーは Gospel Family Now。今月はオンライン Gospel College のメンバーの皆さんの紹介していきたいと思っています。全国、はい。全国13箇所がありますけれども、この Gospel Family の皆さんは全国、そして海外で活動しているファミリーです。はい。では、オンラインゴスペルカレッジの皆様、私も大変お世話になっております。元気な声を聞かせてください。それでは、お願いします。どうぞ。ゴスペルコールをご覧の皆様、こんにちは。OGC ファミリーの浅野ママです。今日は、皆様に、オンラインゴスペルカレッジの活動の様子をご紹介します。私たちは昨年4月からウェブ会議サービス Zoom を利用したオンラインのレッスンを受けています。4月14日からはゴスペルのレッスン、4月19日からは英会話のレッスンが始まりました。この全く新しいレッスンスタイルに私たちも最初は戸惑いや不安がありました。でもジョン先生が今月は仮想でレッスンをしようとか、バーチャルクワイエに挑戦しようとか、楽しい提案をたくさんくださいました。コロナに負けない、こんな時でもできることがある。私たちはこのレッスンを楽しみました。そして昨年2020年の11月11日から全てのオンラインレッスンはOGC オンラインゴスペルカレッジのプログラムとして、ゴスペル、ボイストレーニング、英会話、そしてスペイン語と様々なプログラムを受講することができるようになりました。この希望は失望に変わることはない。聖書の言葉の通り、私たちは今このプログラムをみんなで心から楽しんでいます。さて、私は今自宅のキッチンカウンターの上にパソコンを置いて、これからゴスペルのレッスンを受けるんです。オンラインのいいところは、今あなたがいるその場所がレッスン会場になるということです。つまり全国どこからでも、そして世界中どこからでも、この OGC のプログラムを受講することができます。さて、タイのひろこさん、現在東南アジアのタイからオンラインゴスペルカレッジに参加しております、ひろこと申します。約1年前コロナの状況が深刻化し、いろいろな活動をズームで始めることになりましたが、ゴスペルだけは海外に住んでいることもありできないんだろうなと思っていました。その時 JL ゴスペルファミリーの奈良のとこちゃんが私を誘ってくれたので、現在の私があるのです。憧れのジョン・ルーカス先生のレッスンを受けられるとあって、夢のようでした。月2回のジョン先生のレッスンに加え、バーチャルクワイヤーにもたくさん参加させていただきましたし、今この時にしかできないそれぞれのレッスンを楽しみたいと思います。感染者の多い東京の中で日々不安とストレスと向き合ってます。月見のゴスペルクラスがそんな不安を一瞬忘れさせてくれる貴重な時間になってます。癒されてます。そして全国の皆さんとつながれることは今までになかった貴重な経験です。どんな試練の中でも神様が与えてくれた恵みだと感謝しています。自由に集まることのできない今、オンラインレッスンは
心の支えになっています。ゴスペルのパワーを信じてこれからも続けていきたいと思います。普段私たちはレッスン中ジョン先生の声と自分の声しか聞くことができません。でも練習の成果を録画録音し一本の作品に編集して発表しています。それがバーチャルクワイアです。初めてハーモニーを聞いた時はうわーハモってる感動しました。バーチャルクワイアに参加してどうでしたか？バーチャルクワイアは私にとって本当に希望の光になりました。最初はもうガッチガチに緊張したんですけど、日本全国海外と実際にはなかなか会えない仲間たちと一緒に歌うことができたので、バーチャルクワイアに参加できて本当に良かったと思います。バーチャルクワイアに参加できたことはスマホ歴1年の私には一大イベントでした。たくさんの方の参加で出来上がった曲の素晴らしさにとても驚きました。その中でも一番好きな曲は After This です。明るいノリノリな曲なので気持ちが沈んでた時もとても元気になりました。2021年 OGC のテーマは学びの年。世界中のスペシャルな先生をお呼びして特別レッスンを予定しています。2月にはジャマイカ出身でカナダ在住のゴスペルシンガーディル・ブラウン先生に特別レッスンをしていただきました。多分カナダは夜遅かったと思うんですが、もう時差なんて関係なし、大いに盛り上がったレッスンだったんですよ。いかがでしたか？世界で活躍されているシンガーの方に、直接レッスンをしていただける機会というのは、オンラインならではでとても貴重な経験でした。プロのシンガーの方がこんなことを意識しながらパフォーマンスをしているんだなということをご本人の生の声で教えていただけたことはとても印象深く、これからの自分のパフォーマンスに生かしていけたらいいなと思いました。ワークショップは日本にいるのに海外の風も感じることができて、想像していた以上に本当に楽しくてあっという間でした。 OGC のレッスンにはボイストレーニングもあります。又吉先生のとろけるような美声を聞きながらのレッスン、毎回楽しみで仕方がない人手を挙げて。ボイストレーニングの醍醐味は月1回ソロで歌えることです。ワンフレーズだけなんですけど緊張します、恥ずかしいです。でも又吉先生からアドバイスをもらうとみんなコロッと上手くなるんです。又吉メソッドは解剖学を習うようで目から鱗です。スムーズに発声するためにはどこをどう鍛えればよいのか教えてくれます。 OGC のプログラムの中には音楽だけではなく大人のための語学教室もあります。英会話とスペイン語、これも多くのメンバーが楽しんでいます。 ¿Cómo está usted? Hola a todos. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. スペイン語のレッスンはこんな楽しい歌から始まります。ほとんどのメンバーが初心者ですが、ジョン先生とお母様が一から丁寧に教えてくださるので誰でも安心して参加できます。 Vamos a estudiar juntos。 スペイン語のレッスンは発音や会話のチェックをしてもらえるのでとても効率よく身につくと思います。月に2回のレッスンがとても楽しみです。スペイン語は私にとって未知との遭遇だったのですが、楽しい仲間とジョン先生、そしてジョン先生のお母様がとっても素敵な方なんですよ。本場のスペイン語を皆さんもぜひ。それではチャオ。わからないことがあっても先生が優しく教えてくださいますし、頑張って話したことが伝わった時にはとても嬉しいです。皆さんもぜひ一緒に英会話楽しみませんか。 Let's do it together。 待ってます。日曜日の夜1時間、各地に住む人たちとまた外国にも住む人たちと一緒に英語をしゃべるというのはとっても楽しい時間です。また、ジョンさんがグループレッスンで教室を覗きに来るのも面白いです。日本各地の皆さんと英語でお話しできるなんてすごいですよね。それとゴスペルレッスンの時とは違う優しいジョンさんに会えるのも魅力の一つです。いかがでしたか？ OGC オンラインゴスペルカレッジのさまざまなプログラムを見て、ゴスペルもやりたい、ボイストレーニングもやりたい、
スペイン語も英語もどうしようって思ってませんか？心配しないでください。 OGC のプログラムは全て受け放題なんです。機械の操作が苦手なのとパートナーに遠慮して諦めていました。操作の方はジョン先生がしっかりサポートしてくださいます。もじもじしているとメンバーが応援してくれました。パートナーの反応は俺気にしねがらでした。おかげさまでジョン先生のエモートたっぷり、笑顔と愉快なリアクションにあふれるレッスンに毎回ワクワクしています。途中から入学しても大丈夫ですよ。オンラインで全国や海外の仲間と一緒に歌うことがこの閉ざされた生活の中で楽しく明るくかけがえのないものになっています。オンラインゴスペルに参加するにあたりましてはとても勇気のいることでしたけれども、スマートフォンを操作してみたら簡単で、なんだ早く始めてたらよかったなって思ってます。 OGC に入って1年になります。今とってもゴスペルを歌うことが楽しいです。これからもずっと続けていきたいと思ってます。うがみ油、こんな南の小さな島に住んでいてもオンラインゴスペルカレッジで世界の方とつながることができます。今私の人生はより豊かになっているような気がします。素晴らしい学びの場である OGC に心から感謝しています。 Thank you。 ミヘディロドー。 OGC オンラインゴスペルカレッジのプログラムをご紹介します。ゴスペルのオンラインレッスンは毎月第2第4水曜日のお昼11時からと夜19時30分から。オンラインのボイストレーニングは毎月第1第3月曜日の昼11時と夜19時30分から。大人の語学教室英会話は毎週日曜日夕方17時30分からと夜19時から。スペイン語は毎月第1第3日曜日の午後15時からとなっています。この他にも日本語のレッスンやゴスペルの対面レッスンの配信もあります。5月31日までは新年度の入学キャンペーン中です。ぜひこの機会に OGC オンラインゴスペルカレッジで検索してください。私にとってゴスペルとは魂の解放。ババアスポットです。癒しです。祈りのようなものです。前向きな気持ちになります。ハーモニーをみんなで作っていくこと。明るい太陽のようです。元気になるメッセージ。レッスンス、ストレス解消と仕事への活力、仲間とのつながり。マイエナジーチャージャー、私にとって希望です。私が私らしくいられる場所です。元気の源、心の栄養です。ゴスペルは祈りそのものです。パワーの源、生きる源、元気の源、ただへの源。ゴスペルは私が元気になれる美しい栄養です。いかがでしたか？オンラインゴスペルカレッジ、ぜひ皆さんも参加してくださいね。今私たちは一生懸命自分自身を磨いています。いつかOGC のメンバーで集まって大きな声でジョン先生と一緒に歌いたい、そんな夢を持っています。でもそれは夢ではなく、きっと未来にある現実です。 It will get better、 必ず良くなる。 It will get better、 It will get better。 はい、今見ていただきましたのがオンラインゴスペルコレッジのメンバー紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。もう知ってる顔がたくさんありました。本当ありがとうございます。いや、お世話になっております。この素晴らしいメッセージは It will get better というのは本当に必ず良くなる、そういう前向きなメッセージを持ってね、思いを持って活動しているというのが歌から、ね、伝わりますね。本当に素晴らしいです、はい、皆さんありがとうございました。次のコーナーはゲストコーナーです。今日のスペシャルゲストは山本慎一郎様です。山本慎一郎様はゴスペルピアニスト、そしてゴスペルディレクターでもあります。
本当に尊敬している素晴らしいディレクターです。今日メッセージ、そして素晴らしい演奏をいただいていますので、ぜひ皆さん聞いてください。どうぞ。ザ・ゴスペル・コールをご覧の皆さん、並びにジョーン、はじめましてヒデさん、ハルトさん。この度は素敵なプログラムにご招待いただいてありがとうございます。申し遅れました、私、山本慎一郎と申します。生まれも育ちも関西です。あまり関西人っぽくないって言われるんですけれども、生粋の関西人をしております。本当にこの期間はいろんなことが、ありました。このコロナの影響で、今までしてきたことがこう覆されるようなこともありましたね。でも一つ言えることは、神様は私たちから何も奪っていないということですね。この苦しい状況の中にあっても、私たちを本当にこのただ苦しいんじゃない、ただ耐え忍ぶんじゃないって、品性を生み出すためにその鉄をですね、打ってくださっていた。鉄は打たれて初めて鋼になりますから。なので、より強固なものとされるための必要な期間だと、そう信じてこの一年やってきました。一曲、この後ですね、演奏させていただきますけれども、そちらの方もどうぞ楽しんでください。この苦しい状況に見える中にあっても、私たちがこうしてゴスペルの働きを続けられることを感謝しています。皆さんにグッドニュースが届きますように。ありがとうございます。
最高です。新一郎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。これからですね、ちょっと一緒に活動する予定もあるので楽しみにしててください。すごい。6月あるプロジェクトをする予定になっているので、兄貴の人脈の広さに僕はちょっとびっくりしますね。いいな。でもこの出会いは実はもう震災の後に彼らは東北に来てくれたんです。ビリー・グレイハム先生が希望の祭典というイベントがあって、もう全国の皆さん、クーク・フランクリンとか有名なゴスペルアーティストがアメリカから来て、その時伴奏してたのはこの新一郎さんでしたね。で、その時で会って、飛行機にまたばったり会って、神様は私たちしっかりなんかさせたいよね、なんかそう感じてるよねってねってその時に話したんですけど、この間連絡いただいたんですよ、そろそろ神様の使命に対して動きませんかと声かけていただいて、飛んでいきました、会いに。すげえ。これからなんかまたいい動きがねあると思います。いいですね、楽しいですね、本当に。はい、すごい。山本新一郎様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、待ちに待ったグッドニュースコーナーの時間です。ハルト先生、お願いします。はい、さっきの冒頭の話でもありましたけど、今日のテーマは感謝ということで少し考えてみたいと思います。それでは、お願いします。こんにちは。今日は一つの昔話をしたいと思います。昔昔あるところに一人の王様がいました。この王様は口を開けば文句、批判、不平、不満、こういったことが出てくる王様でした。ありがとうっていう感謝がなかなか言えない。どんなに贅沢な料理が出てきても一口食べてこれじゃないんだよなって言ってしまう。どんなに素晴らしい景色を見せられても別に全然と言ってしまう。どんなに素晴らしい贈り物をもらっても今はこんな気分じゃないんだな、全然分かってないなという誰かが気分が悪くなる、言ってる自分も気分が悪くなる、そういった言葉を使ってしまう王様がいました。そんな不平不満の王様がある日家来に命令を出します。一番、世界で一番美味しい水が飲みたい、探してこい、見つけてこい、持ってこい、そういう無茶難題な命令です。特別に3人の兵隊が選ばれて世界中に散らばって美味しい水を王様のために探しに行きました。1人目の兵隊は山を越え谷を越え、山を越え谷を越え、そのまたずっと先の山と谷を越えて、そこで見つけた綺麗な花畑の真ん中にある美しい泉から水を一杯汲んできて王様のところに持ってきました。王様、これが世界で一番美味しい水なはずです、ぜひ飲んでください。王様は一口グッと飲んで、これじゃないんだよな、別に全然美味しくないしと言ってしまう。二人目の家来は川を越え海を越え、川を越え海を越え、そのまたずっと先の川と海の底から湧き上がる冷たい水を蒸留して王様の元に持ってきました。王様、これが世界で一番美味しい水なはずです、ぜひ飲んでください。王様はそれを一口飲んで口を開く。これじゃないんだな、お前全然分かってないな。3人目の家来が王様の前に滑って言いました。王様、これが私が持ってきた世界で一番美味しい水です、ぜひ飲んでください。王様は聞きました。お前はこの水をどこから持ってきたんだ。家来は言います。秘密です。ただ王様、この水を飲むには一つの条件があります。このお城の周りを一周走ってきてください。王様はもちろんそれが嫌なんだけれども、水を飲むためにしぶしぶお城の周りを一周走って、さてその水を飲ましてみろっていうふうに言う。でも家来はまた答えます。王様、やっぱりもう一周走ってください。王様はしぶしぶもう一周走る、さてその水を飲ませろ。でも家来はまた言うんです。王様、もう一周走ってください。そんなことが7回8回9回10回続いて、王様は汗だくだくヘッドヘッドになって、いよいよその水を飲ませろというふうに言う。家来はぜひ飲んでください、はいどうぞ、その水を王様の手にふっと渡すんです。王様の口からその時
今まで誰も聞いたことがない言葉がポロって出てきました。ありがとう、ありがとう、ありがとうって言った後に王様がその水を一口ごくって飲んで、ああなんて美味しい水なんだ、そう言った。もちろん走り回って疲れたこともあった。でもありがとうという言葉があって、その後に飲んだ水のなんと美味しかったことか、その言葉を聞いてその姿を見た家来たちもなんと嬉しかったことか、その場には今までにはなかった喜びがあったそうです。さてこの話を聞いて私たちがどう思うか、ああ子供騙しの話だなと思うか、それともここに大切な教訓を見出すか、それは私たちにかかっていると思います。この話を聞いて聖書のこんな言葉を思い出しました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい、すべてのことに感謝しなさい。とっても難しい言葉です。感謝したくないこと、できないようなこと、嫌なこと、辛いこと、理不尽なこと、そういったことがいっぱいある。でもすべてのことに感謝しなさい、この聖書は感謝を命じているんです。聖書の世界観の中では、このゴスペルの世界観の中では、感謝というのは、ありがとうというのは、私たちの突発的な何かではなくて選択です。選べるもの、積み重ねることができるもの。言い方を変えれば、感謝とはライフスタイルなんだって言います。そしてその感謝とか祈りとか、そういったものが積み重なっていくときに、そういった選択が積み重なっていくときに出来上がってくるものが喜びだって教えるんです。喜びとはラッキーな人が経験する幸せではなくて、むしろ感謝や祈りを重ねていく、そういった態度、そういった選択を重ねていく人が結果的に当たり前に享受する、それが喜びであり幸せだっていう考え方。ゴスペルの歌の中に Thank you とか Praise っていう言葉があるのはそういう意味があります。感謝、またはもっと大きな思いを積極的に表していく、そのライフスタイルを体現している、それがゴスペルという音楽だと思います。今日この日をきっかけに、そういった選択をもっと積極的に選んでいきたいと思います。ありがとうっていう言葉じゃなかったとしても、そういった選択を自分なりの形で積み重ねていくことができるし、それができなそうに見えるような状況の中でも、神様の力をいただいて、このゴスペルの力をいただきながら、感謝祈りを重ねる選択が私たちにはできる。人に対してだけじゃなくて、その人を備えてくれている神様に対しても祈りを通して感謝を捧げる、そういった習慣を身につけていきたいと思います。ありがとうという言葉が、感謝の思いが、その選択の積み重ねが、皆さんを喜びで幸せに導いてくれることを心から願っています。Because He Lives という賛美歌が、子供の時にずっと歌ってきた賛美歌で、神様がいることによって私たちは今のこの試練を乗り越えられる、自分たちの力じゃなくて神様の力によって乗り越えられるんだよって、自分より強い存在がいて守ってくれてるんだと思ったら、ちょっと楽になれるんじゃないかなと思います。今日大好きなこの賛美歌を、今日皆様のために日本語と英語で歌いたいと思います。罪人と救うために死なれた主イエスは、墓よりよみがえり私のために生きてます。主イエスは生きています。
ありません。未来を知るイエスは私Please remember to check out The Chosen YouTube、Netflix 専用アプリなどで見ることができます。専用アプリでは日本語字幕が選べます。 Please remember to check out The Chosen、 おすすめです。オンラインゴスペルカレッジからのお知らせです。4月1日から5月31日まで新年度入学キャンペーンを実施しております。期間中に入会された方にはスペシャルプレゼントを用意しております。また4月よりレッスン内容が更新されます。ぜひチェックしてみてください。 JL ミニストリー合同会社まで。学びの年ワークショップ Vol.2 God's Gift 6月19日土曜日14時から17時ジョン・ルーカスに加えゴスペルピアニストの山本慎一郎先生を迎えてオンラインゴスペルワークショップ&コンサートを行います。お申し込みは5月31日までに JL 合同会社まで。 If you love soul and gospel musicThis movie is for you. おすすめ映画です。Check it out. Now the young lady that we've all been waiting to hear, she can sing anything. Anything. My sister, Miss Aretha Franklin.Amazing.
that same ワンコンサート2021 5月22日土曜日13時から15時高東大公園野外音楽堂にて開催予定です。入場料無料ですが事前申し込みが必要となってます。詳細は後日 SNS で公開予定。いやー、お母さんに産んでくれてありがとうって言おうか、みたいな。皆さん、今日見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい。メイントピック is tribute to mothers。本当に日々、ね、当たり前だと思ってあまり口にしないんですけども、今日は改めて、ね、お母様に感謝の気持ちを伝えたいです。はい。はい、では、最後のコメント。一度人生を考えたときにですね、母に、俺は何のために生まれてきたんだろうかなって言ったときに、母が即答で、幸せになるために決まってるだろうっていうことを言ってたんです。素晴らしい。すごい。いや、本当にお母様、いつもありがとうございます。そして産んでくれてありがとう。これからも又吉秀和、頑張ります。酸っぱいですか？酸っぱいですか？昭和に生まれには酸っぱいですかね？ちょっと僕は平成生まれなんですけど、昭和っぽいんで、酸っぱいですね。何が酸っぱい？じゃあどういうこと？じゃあ次、直視できない。まあ、あんまり良、ね、くないのかもしれないですけど、そういうのをこう面と向かっていうのはすごい苦手なので、人づてで伝える方がいいんですけど。じゃあお母様、ハルト君が産んでくれてありがとうって言ってました。そんな感じがいい。どうやらこの番組見てるらしいですよ。でもやっぱり、まあ、結婚して3年ぐらいになりますけど、僕も、まあ、結婚してからやっぱり分かったことたくさんあるし、それからこういうとこやっぱり、
うん、当たり前じゃなかったな、感謝なんだなっていうところはたくさん、それは妻に対してもそうですけど、よくよく学び始めたところですんで、そういうのが酸っぱくなく言えるような大人になったら、その時また言えるかもしれません。はい、はい、頑張りましたね。はい、はい、まあ、自分のお母さんに対してもそうですけども、本当に僕は多くの、女性に、まあ、支えられているといいますか、ゴスペルファミリーの。いやいやいや、意味がちょっと違う。待って、よく聞いてください。よく聞いてくださいよ。ちょっとびっくりしたね、今なんかこう。ゴスペルファミリーのメンバーもそうですけど、本当に多くの皆さんが僕を支えてくださって、なんか日本の料理を教えてくれたりとか、本当に支えられました、皆さんに。で、いいよ、お母さんと呼んでいいよと、そういうような方が本当にたくさんいらっしゃるので、母の日に、そういう皆さんにね、いつも電話かけまくってるんです、本当に。感謝の心だから、自分のお母さんだけではなく、そういうお母さん役をしてくださった皆さんに対して感謝を伝えたいです。あと、マイモミにも、もしもう一回生まれ変わるんだったら、もう一回、お母さんの子供でいたいなと、そういうふうな気持ちでおります。わあ、さすがです。さすがです。ぜひ皆さん、自分のお母様、そしてね、お母さん役をしてくださった、うん、ladies that mothered you、ね、大切にしてくださったお母様の皆様にも忘れることなく、感謝の気持ちをお伝えしましょう。今日は、はい、あっという間に時間が経ちましたけれども、どうですか、皆さん、今日の番組楽しんでいただけましたでしょうか。毎月第1土曜日上げていきたいと思っていますので、皆様に届けるためにぜひこのチャンネル登録、Like, Share and Subscribe ベル出てますので、ポチポチポチと、はい、ぜひ登録の方よろしくお願いします。どんどん拡散していただきたいなというふうに思っています。あと、毎月上げていますので、皆様からのコメントがないととっても寂しいので、一言でも何でも結構ですので、ぜひ書き込みの方よろしくお願いします。お待ちしております。はい。Alright, thank you all so much for joining us for the 6th edition of the Gospel Call. また来月お会いしたいと思います。Everyone, thank you very much and see you next month. Bye! Bye! The Gospel Call.